待ちきれない方も出てきます。パンチャー選手 47.4kg です。 47.4kg パンチャー選手クリアです。続いて青コーナーの平岡琴選手、計量お願いします。平岡選手 47.5kg です。 47.5kg ジャストでクリア、平岡選手。さあ、それでは続く勝負です。勝者が近づきます。レイアップお願いします。さらに右です。カメラ下になります。はい、それではムービーカメラ奥の正面です。はい、それではフェイスオフです。バチバチの両者の前出し、今度は明日。はい、ありがとうございました。最後まで目を切りませんでした。そして初の K-1 ライズ対抗戦に臨みます両者です。菅原選手 45.4kg です。 45.4kg クリアです。この階級はアンダー 45.5kg クリアと対抗ということになりました。さあ、続きまして青コーナーの宮崎小雪選手です。お願いします。宮崎選手 45.4kg です。 45.、 こちらも 4kg 宮崎小雪選手クリアです。さあ、どちらが強いのか。いくら試合の外でもこういった激論が繰り広げられているこの戦い、菅原なのか宮崎なのか、右サイドのスピードもお願いします。はい、正面です。はい、正面です。さあ、